画用紙とお花紙を使って作るとっても簡単で色鮮やかな壁面飾り用の彼岸花の作り方です。まず画用紙のパーツを作ります。15センチ幅の画用紙を半分に折ります。輪になっていない方から3ミリぐらいの幅で2回切り込みを入れたら、3回目は切り落とします。これを2本作ります。1本はまっすぐに伸ばし、もう1本は V 字に折ります。折り目のところで2つを貼り合わせます。先を鉛筆などに巻きつけて丸めます。人差し指と鉛筆に挟んでしごくようにして丸めてもいいです。次にお花紙のパーツを作ります。お花紙を四つ折りにして切り、2枚重ねて蛇腹折りにします。それを半分に折り、3箇所ほど切り込みを入れたら、真ん中をホッチキスで留めます。2枚重ねになっているお花紙を開きます。ひらひらしている部分を手の中で揉んでくしゃくしゃにします。軽く広げながら、開く部分を見つけて半月型に形を整えます。2つを組み合わせます。画用紙のパーツに糊をつけて、お花紙のパーツを押し付けるようにして貼ります。これで半分の形の彼岸花ができました。必要な数だけ作って台紙の上に並べます。鉛筆で茎を貼る線を薄く描いていきます。線を描いたらお花は一度避けておきます。細く切った黄緑色の画用紙を鉛筆の線の上に貼っていきます。茎が貼れたら花のまっすぐな部分にボンドをたっぷりつけます。茎の一番上にボンドをつけたところを押し付け、花が半分台紙から飛び出すように貼ります。花を全部貼ったら乾かします。しっかり乾いたら壁面に飾っても花が落ちてくることはありません。たくさん作って絨毯のようにしたり、白い彼岸花も混ぜたり、お好みの飾り方を工夫してお楽しみください。